福川祐一は、日本の都市研究者で、千葉大学名誉教授。専門は、都市計画、アーバンデザインそして歴史的環境の保全、帰省市街地再生をテーマに、川越一番街、沢原、長浜、小室、高松市丸亀町、石巻中心市街地などの調査研究や街づくりに、関わる。中心市街地活性化には、合意形成システムと、 市民による開発システムの日本柱の必要が持論だったが、現在はそれをデザイン、スキーム、ビジネスの3ポイントアプローチへ拡張、展開中。川越一番街町並み委員会、副委員長、NPO 全国町並み保存連盟、代表、一般社団法人さぬきライフスタイル研究所、共同代表、イコモス株組織セビーメンバー。 高松丸亀町商店街で、ライフスタイルショップ、町の修理963運営にも関わる。1972年東京大学工学部都市、工学科卒業。1978年東京大学大学院、工学系研究科都市、工学専攻博士課程修了。工学博士、明治大学工学部建築学科助手。 1982年千葉大学工学部講師。1985年千葉大学工学部助教授。1992年ベトナムの街並み保存プロジェクト、参加。その後ホイアンは、世界遺産に。1994年建築作品、都市開発プロジェクトとして、基礎暮らしの工芸館。1996年千葉大学大学院、自然科学研究科、 多様性科学教授。2015年3月退職。株式会社、ローソンエンタテインメント。福川祐一プロフィール HMV&BOOKS オンライン。HMV&BOOKS オンライン。2020年2月27日、閲覧。委員の紹介委員会等の紹介。概要、名簿町中再生ポータルサイト。 www.furusato-zidan.or.jp2020 年2月27日閲覧参考文献資料クリエイティブタウンクリエイティブタウン推進機構記事町並み2020年2月27日閲覧福川祐一福川祐一日本 .com 2020年2月27日閲覧。クリエイティブタウンを実現する3ポイントアプローチ。ギャコザ・ジャパン・ムク。2020年2月27日閲覧。岩波書店。岩波書店。2020年2月27日閲覧。持続可能な都市。欧米の試みから何を学ぶか。木の国屋書店ウェブストア。20年2月27日閲覧。超入門。 日本の街の仕組み福川祐一探訪者、ハンモト .com、2020年2月27日閲覧、新建築2008年1月号、ありがとうございます。